それでは赤いろうそくと人形。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。北方の海の色は青うございました。ある時、岩の上に女の人魚が上がって、辺りの景色を眺めながら休んでいました。雲間から漏れた月の光が寂しく波の上を照らしていました。どちらを見ても限りないものすごい波がうねうねと動いているのであります。なんという寂しい景色だろうと人魚は思いました。自分たちは人間とあまり姿は変わっていない。魚やまた底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたら、どれほど人間の方に心も姿も似ているかもしれない。それなのに自分たちはやはり魚や獣などと一緒に冷たい暗い気のめいりそうな海の中に暮らさなければならないというのはどうしたことだろうと思いました。長い年月の間、話をする相手もなく、いつも明るい海の表を憧れて暮らしてきたことを思いますと、人魚はたまらなかったのであります。そして月の明るく照らす晩に、海の表に浮かんで岩の上に休んで、いろいろな空想にふけるのが常でありました。人間の住んでいる町は美しいということだ。人間は魚よりもまた獣よりも人情があって優しいと聞いている。私たちは魚や獣の中に住んでいるが、もっと人間の方に近いのだから、人間の中に入って暮らされないことはないだろうと人魚は考えました。その人魚は女でありました。そして身持ちでありました。私たちはもう長い間、この寂しい話をするものもない北の青い海の中で暮らしてきたのだから、もはや明るい賑やかな国は望まないけれど、これから生まれる子供にせめてもこんな悲しい頼りない思いをさせたくないものだ。子供から別れて一人寂しく海の中に暮らすということは、この上もない悲しいことだけれど、子供がどこにいても幸せに暮らしてくれたなら、私の喜びはそれに増したことはない。人間はこの世界の中で一番優しいものだと聞いている。そしてかわいそうなものや頼りないものは決していじめたり苦しめたりすることはないと聞いている。一旦手付けたなら決してそれを捨てないとも聞いている。幸い私たちはみんなよく顔が人間に似ているばかりでなく、胴から上は人間そのままなのであるから、魚や獣の世界でさえ暮らされるところを見れば、人間の世界で暮らされないことはない。一度人間が手に取り上げて育ててくれたら、きっと無慈悲に捨てることもあるまいと思われる。人魚はそう思ったのでありました。せめて自分の子供だけは賑やかな明るい美しい町で育てて大きくしたいという情けから、女の人魚は子供を陸の上に産み落とそうとしたのであります。そうすれば自分は再び我が子の顔を見ることはできるかもしれないが、子供は人間の仲間入りをして幸福に生活をすることができるであろうと思ったのです。遥か彼方には海岸の小高い山にある神社の明かりがちらちらと波間に見えていました。ある夜、女の人魚は子供を産み落とすために冷たい暗い波の間を泳いで陸の方に向かって近づいてきました。海岸に小さな町がありました。町にはいろいろな店がありましたが、お宮のある山の下に貧しげなろうそくを商っている店がありました。その家には年寄りの夫婦が住んでいました。おじいさんがろうそくを作って、おばあさんが店で売っていたのであります。
この町の人やまた付近の漁師がお見合いお参りをするときにこの店に立ち寄ってろうそくを買って山へ登りました。山の上には松の木が生えていました。その中にお宮がありました。海の方から吹いてくる風が松の梢に当たって昼も夜もゴーゴーとなっています。そして毎晩のようにそのお宮に上がったろうそくのほかげがちらちらと揺らめいているのが遠い海の上から望まれたのであります。ある夜のことでありました。おばあさんはおじいさんに向かって、私たちがこうして暮らしているのもみんな神様のおかげだ。この山にお宮がなかったらろうそくは売れない。私どもはありがたいと思わなければなりません。そう思ったついでに、私はこれからお山へ登ってお参りをしてきましょうと言いました。本当にお前の言う通りだ。私も毎日神様をありがたいと心ではお礼を申さない日はないが、つい用事にかまけてたびたびお山へお参りに行きもしない。いいところへ気がつきなされた。私の分もよくお礼を申してきておくれとおじいさんは答えました。おばあさんはとぼとぼと家を出かけました。月のいい晩で昼間のように外は明るかったのであります。お宮へお参りをしておばあさんは山を降りてきますと、石段の下に赤ん坊が泣いていました。かわいそうに捨て子だが、誰がこんなところに捨てたのだろう。それにしても不思議なことは、お参りの帰りに私の目に留まるというのは何かの縁だろう。このままに見捨てていっては神様の罰が当たる。きっと神様が私たち夫婦に子供のないのを知ってお授けになったのだから、帰っておじいさんと相談をして育てましょうとおばあさんは心の中で言って、赤ん坊を取り上げながら、ああかわいそうにかわいそうにと言って家へ抱いて帰りました。おじいさんはおばあさんの帰るのを待っていますと、おばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきました。そして一部始終をおばあさんはおじいさんに話しますと、それはまさしく神様のお授け子だから、大事にして育てなければ罰が当たるとおじいさんも申しました。二人はその赤ん坊を育てることにしました。その子は女の子であったのです。そして胴から下の方は人間の姿でなく魚の形をしていましたので、おじいさんもおばあさんも話に聞いている人魚に違いないと思いました。これは人間の子じゃないがとおじいさんは赤ん坊を見て頭を傾けました。私もそう思います。しかし人間の子でなくても、なんと優しい可愛らしい顔の女の子ではありませんかとおばあさんは言いました。いいとも、何でも構わない。神様のお授けなさった子供だから大事にして育てよう。きっと大きくなったら利口ないい子になるに違いないとおじいさんも申しました。その日から二人はその女の子を大事に育てました。大きくなるにつれて、黒目がちで美しい髪の毛の肌の色の薄くれないをしたおとなしい利口な子となりました。娘は大きくなりましたけれど、姿が変わっているので恥ずかしがって顔を外へ出しませんでした。けれど一目その目を娘を見た人はみんなびっくりするような美しい器量でありましたから、中にはどうかしてその娘を見たいと思ってろうそくを買いに来た者もありました。おじいさんやおばあさんは、うちの娘は内気で恥ずかしがり屋だから人様の前には出ないのですと言っていました。奥の間でおじいさんはせっせとろうそくを作っていました。娘は自分の思いつきできれいな絵を描いたらみんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いましたから、そのことをおじいさんに話しますと、そんならお前の好きな絵を試しに描いてみるがいいと答えました。娘は赤い絵の具で白いろうそくに魚や貝やまたは海藻のようなものを
生まれつきで誰にも習ったのではないが上手に描きました。おじいさんはそれを見るとびっくりいたしました。誰でもその絵を見るとろうそくが欲しくなるように、その絵には不思議な力と美しさとがこもっていたのであります。うまいはずだ、人間ではない人魚が描いたのだもの、とおじいさんは感嘆しておばあさんと話し合いました。絵を描いたろうそくを送れと言って、朝から晩まで子供や大人がこの店先へ買いに来ました。果たして絵を描いたろうそくはみんなに受けたのであります。するとここに不思議な話がありました。この絵を描いたろうそくを山の上のお宮にあげて、その燃えさしを身につけて海に出ると、どんな大嵐の日でも決して船が転覆したり溺れて死ぬような災難がないということが、いつからともなくみんなの口々に噂となって上りました。海の神様を祀ったお宮様だもの、きれいなろうそくをあげれば神様もお喜びなさるのに決まっている、とその町の人々は言いました。ろうそく屋ではろうそくが売れるので、おじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますと、そばで娘は手の痛くなるのも我慢して赤い絵の具で絵を描いたのであります。こんな人間並みでない自分をもよく育てて可愛がってくださったご恩を忘れてはならない、と娘は老夫婦の優しい心に感じて大きな黒い瞳を潤ませたこともあります。この話は遠くの村まで響きました。遠方の船乗りやまた漁師は、神様にあがった絵を描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというので、わざわざ遠いところをやってきました。そしてろうそくを買って山に登り、お宮に参詣して、ろうそくに火をつけて捧げ、その燃えて短くなるのを待って、またそれをいただいて帰りました。だから夜となく昼となく、山の上のお宮にはろうそくの火の絶えたことはありません。ことに夜は美しく、灯火の光が海の方からも望まれたのであります。本当にありがたい神様だという評判は世間に立ちました。それで急にこの山が名高くなりました。神様の評判はこのように高くなりましたけれど、誰もろうそくに一心を込めて絵を描いている娘のことを思うものはなかったのです。したがってその娘をかわいそうに思った人はなかったのであります。娘は疲れて、折々は月のいい夜に窓から頭を出して、遠い北の青い青い海を恋しがって涙ぐんで眺めていることもありました。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って珍しいものを探して、それをば南の国へ持って行って金を儲けようというのであります。ヤシはどこから聞き込んできたものか、またはいつ娘の姿を見て本当の人間ではない実に世に珍しい人魚であることを見抜いたものか、ある日のこと、こっそりと年寄り夫婦のところへやってきて、娘にはわからないように大金を出すから、その人魚を売ってはくれないかと申したのであります。年寄り夫婦は最初のうちは、この娘は神様がお授けになったのだからどうして売ることができよう、そんなことをしたら罰が当たると言って承知をしませんでした。ヤシは一度二度断られても懲りずにまたやってきました。そして年寄り夫婦に向かって、昔から人魚は不吉なものとしてある、今のうちに手元から離さないときっと悪いことがある、とまことしやかに申したのであります。年寄り夫婦はついにヤシの言うことを信じてしまいました。それに大金になりますので、つい金に心を奪われて娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのであります。ヤシは大層喜んで帰りました。いずれそのうちに娘を受け取りに来ると言いました。この話を娘が知ったときは、どんなに驚いたでありましょう。内気な優しい娘は、この家から離れて幾百里も遠い知らない暑い南の国へ行くことを恐れました。
そして泣いて年寄り夫婦に願ったのであります。私はどんなにでも働きますから、どうぞ知らない南の国へ売られていくことは許してくださいまし、と言いました。しかしもはや鬼のような心持ちになってしまった年寄り夫婦は、何と言っても娘の言うことを聞き入れませんでした。娘は部屋のうちに閉じこもって一心にろうそくの絵を描いていました。しかし年寄り夫婦はそれを見てもいじらしいとも哀れとも思わなかったのであります。月の明るい晩のことであります。娘は一人波の音を聞きながら身の行く末を思うて悲しんでいました。波の音を聞いていると、なんとなく遠くの方で自分を呼んでいるものがあるような気がしましたので、窓から外を覗いてみました。けれどただ青い青い海の上に月の光が果てしなく照らしているばかりでありました。娘はまた座ってろうそくに絵を描いていました。するとこの時表の方が騒がしかったのです。いつかのヤシがいよいよこの世を娘を連れに来たのです。大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきました。その箱の中にはかつて虎や獅子やヒョウなどを入れたことがあるのです。この優しい人魚もやはり海の中の獣だというので、虎や獅子と同じように取り扱おうとしたのであります。ほどなくこの箱を娘が見たらどんなにたまげたでありましょう。娘はそれとも知らずに下を向いて絵を描いていました。そこへおじいさんとおばあさんとが入ってきて、さあお前は行くのだと言って連れ出そうとしました。娘は手に持っていたろうそくにせき立てられるので絵を描くことができずに、それをみんな赤く塗ってしまいました。娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の記念に2、3本残していったのであります。本当に穏やかな晩のことです。おじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝てしまいました。真夜中ごろでありました。トントンと誰か戸を叩くものがありました。年寄りのものですから耳ざとくその音を聞きつけて、誰だろうと思いました。どなたとおばあさんは言いました。けれどもそれには答えがなく、続けてトントンと戸を叩きました。おばあさんは起きてきて戸を細めに開けて外を覗きました。すると一人の色の白い女が戸口に立っていました。女はろうそくを買いに来たのです。おばあさんは少しでもお金が儲かることなら決して嫌な顔つきをしませんでした。おばあさんはろうそくの箱を取り出して女に見せました。その時おばあさんはびっくりしました。女の長い黒い髪の毛がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げました。そしてじっとそれに見入っていましたが、やがて金を払ってその赤いろうそくを持って帰って行きました。おばあさんは灯火のところでよくその金を調べてみると、それはお金ではなくて貝殻でありました。おばあさんは騙されたと思って怒って家から飛び出してみましたが、もはやその女の影はどちらにも見えなかったのであります。その夜のことであります。急に空の模様が変わって近頃にない大嵐となりました。ちょうどヤシが娘を檻の中に入れて船に乗せて南の方の国へ行く途中で沖にあった頃であります。この大嵐ではとてもあの船は助かるまいと
おじいさんとおばあさんはブルブルと震えながら話をしていました。夜が明けると沖は真っ暗でものすごい景色でありました。そのよう難船をした船は数えきれないほどであります。不思議なことにはその後赤いろうそくが山のお宮に灯った晩は今までどんなに天気がよくてもたちまち大嵐となりました。それから赤いろうそくは不吉ということになりました。ろうそく屋の年寄り夫婦は神様の罰が当たったのだと言ってそれぎりろうそく屋を辞めてしまいました。しかしどこからともなく誰がお宮にあげるものかたびたび赤いろうそくが灯りました。昔はこのお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしさえ持っていれば決して海の上では災難にはかからなかったものが今度は赤いろうそくを見ただけでもそのものはきっと災難にかかって海に溺れて死んだのであります。たちまちこの噂が世間に伝わるともはや誰もこの山の上のお宮に参詣するものがなくなりました。こうして昔あらたかであった神様は今は町の鬼門となってしまいました。そしてこんなお宮がこの町になければいいものと恨まぬものはなかったのであります。船乗りは沖からお宮のある山を眺めて恐れました。夜になるとこの海の上はなんとなくものすごうございました。果てしもなくどちらを見回しても高い波がうねうねとうねっています。そして岩に砕けては白い泡が立ち上がっています。月が雲間から漏れて波の表を照らしたときはまことに気味悪うございました。真っ暗な星も見えない雨の降る晩に波の上から赤いろうそくの火が漂ってだんだん高く昇っていつしか山の上のお宮を指してちらちらと動いてゆくのを見たものがあります。幾年もたたずしてその麓の町は滅びてなくなってしまいました。知りたい情報山ほど満載サイト山梨知るならハロー山梨。